編集中の吉岡です。地獄の深夜バスに乗って京都に着きました。数年前からファイナルカットプロ10というソフトアプリを使って編集しているのですが、最近アフレコができることを知りました。受けるメカに弱すぎる。朝風呂に入りにサウナの海へ向かっていましたら、京都っぽいお建物がありました。私はあんまりわからないんですけど、やっぱテンション上がります。そしてサウナの海最高でした。グッズもたくさん買っちゃった。私は水辺が大好きで、これ鴨川最高。ずっと見ていられる。京都に兄が住んでいて、兄と兄のパートナーの方と合流してご飯と美味しい日本酒をご馳走してもらいました。動画は撮っていないので写真で失礼いたします。グラスめっちゃ可愛いよな。これはエスカレーター左側開ける場面に出会えた時のやつです。今回江沼文也さんのライブのために京都に行ってたんですけど、江沼さんがサウナの海の前で万歳しているお写真ストーリーがインスタグラムにぶち上がっていて、私の感情もぶち上がって、さっき私もそちらでお風呂いただきましたってなって送ってしまったメッセージです。そして兄カップルとは解散しまして、一人でライブに行きました。残りはあの日の私がめちゃくちゃ喋ります。結局すき家を買いました。ネギ玉牛丼です。そして気が大きくなって豚汁のセットにしてしまいました。そんなにお腹が空いてないのに。顔が映んない。三脚を持ってこなかったんだよね、荷物になるから。で、椅子も下がらんしな。あ、そっちの椅子だ。あ、映る。あ、私を映る。次は終わり。弁償が3袋ってもらいすぎかな。ではちょっとお見せできないので、うまい。
今日犬沼文也さんのライブに行ってきて、そのために京都滋賀に今いるんですけど、滋賀にある能楽堂でライブをやられるっていうのを、ちょっと前にツアーでやられるっていう告知が出て、能楽堂でのライブなんてさ、絶対見たいと思って。最初の告知が出た段階では東京と滋賀の2カ所だけっていう告知で、まあ、追加公演で東京のなんかなんだっけ、すごいおしゃれなとこ、コットンクラブか、コットンクラブのライブをやられるということで、東京のコットンクラブも行きたかったんだけど、平日なのと、あとそのコットンクラブの公演をやるって出た時にはもう私は滋賀の公演に行くっていうのでチケットを取っていて、そのね、いや行きたいけどお金がなと思って、お金を理由に諦めるのって一番嫌だよね。もう諦めざるを得なくて、で今日滋賀の旧滋賀のライブに行ってきて、でね、整理番号が21番だったの。21番って言って、まあもう終わったから言っていいか、21番だったんだけど、その21番っていうのが座席、その能楽堂って能をやるところなのかな、でもう座席があって、その座席の番号のことなのかなと思って、その能楽堂のホームページ見たら、こう、なんか21番ってその列でめっちゃいっぱいあるじゃんと思って、何列の21番っていうの書いてなくて、でどういうことなんだろうなと思いながら今日行ってみたら、もうライブハウスと同じで、呼ばれた順に入ってって、もう自由席みたいな、お席は自由ですって言われて、嘘と思って、ちょっと頑張って小走りで行って、で20ちゃんと今回は開演、ライブハウスだと結構開演ギリギリ、その開場してから開演まで時間待つのがちょっとしんどいから、開演時間ギリギリに行くことが多いんですけど、今日はちゃんと開場時間に合わせて行きまして、でちゃんと21番目に入れたの。だからまだあんまり私の前に20人くらいしかお客さんがいない、入ってない状態で入れたから、めっちゃ最前列の良い席で、良い席に座ることができまして、
それで、すごくライブは良かったです。最高だったな。あれ、本当どうやって音を出してるんだろう。誰か教えてほしい。すき家の豚汁って椎茸も入ってるんですか？おいしい。私は何年前だろう、3年前4年前くらいにエマさんがツアーをされた時に、札幌に住んでいて、2年くらい札幌に住んでいた時期があって、札幌で高校生まで札幌で生まれて育って生活してて、進学を機に上京して、そのまま数年東京に住み続けて、その後2年くらい札幌に戻ってた時期があって、で今また東京にいるんだけ住んでるんだけど、その札幌に大人になってから戻ってた時期に江沼さんがツアーをされたことがあって、もう何か所か全国何か所か回られたことがあって、でその時は札幌にも来てくれたのね、新札幌のサンピアスで。それもこんなことないと思ってチケット取らせていただきまして行きましたら、なんかその時は何列目の何番っていう風に、そのサンピアーザ劇場っていうのも椅子のある会場で何列の何番って書いてあって、私確か2列目の何番、2列目の何番って書いてあって、それでもその東京に住んでいた時にプレンティとかエヌマさんのライブとか行って、こうめっちゃ遠目で遠くから見てたの頃にと比べたら2列目ってやべえなと思って、それでね、ウキウキしながら3、4年前サンピアザ劇場に行ったら、それがね2列目じゃなくて1列目だったの。なんかね2列目スタートだったの。だから本当前に椅子とかも何もなくって、もう直ステージでそちらに江沼さんと親伊豆さんといらっしゃるっていうのが状態で、遮るものが何もない状態で一回ライブを見られたことがあって、でもそれはきっと多分なんだろう、地方だからというか、よくそういうお席で見られて、こういうことはこの先多分ないんだろうなって思っていたから、電磁大丈夫かな、だからなんか頑張ってチケットを取って、頑張ってシガモンできてよかったし、これからも応援するぞ、させてくれっていう気持ちです。電話の音が
こえる気がする。怖っ。なんかね、カメラがあんまり最新のカメラじゃないから、ちょっと前に買ったやつだから、動画を撮っているとね、すぐカメラの内部が熱くなってしまって止まってしまうんだよね。1杯だけお酒を1本だけお酒を飲みます。乾杯。まあ、月庵ほうじ茶割り茶葉のうまみ、やっぱやべ、一度静かに逆さにしてお飲みくださいだって。逆さにしませんでした。今更やって意味あるのかな。なさそう。うまから、なんかあの、本当はそのライブがめちゃめちゃ良かったから、パジャマになったり、本当はライブがなんだっけ、あ、本当はなんかあの良いお店があれば外で一杯だけ飲んで、ちょっとだけご飯食べたいなと思って、なんかあのいろいろネットで調べたんですけど、よし、ここのお店が良さそうだから行ってみようと思って行っても、シャッター降りてたり、お店自体なかったりしたのが 3,4 件続いて、もう諦めてローソン寄ってお酒を買って、すき家に寄って牛丼を買って、ホテルで飲んでいます。もう明日の朝結構早起きだからよかったかもしれない。私は結構お店に行ってしまうと気が大きくなって、一杯だけと思ってもすぐお酒を飲んでしまうダメな人間なので、また電話の音みたいなのが聞こえるな。怖い。茶割りが正義。お腹いっぱい。お腹いっぱいなんだけどね。ルマンドも買っちゃって、もうこれ蓋できるからいいんだけど、でも蓋できる飴とかめっちゃ持ってきてて、もうそれだけでさ、もうできるだけ身軽で動きたいから、それだけでかさばるんだよね。なんかちゃんと私も旅慣れて、ま、現地身軽で行って、足りないものがあれば現地で買って揃える方の人間になりたいんですけど、全然ダメだよ。なんか全部家から持ってきて重たい。重たくて疲れる。
かれるから、コインロッカーに預けて、コインロッカーに預けるのもお金がかかって、またお金の話をしてしまう。お金の話はしたくないね。もう今日ライブめっちゃ良かったから、よかった。頑張って来てよかったと思わせてくれる江沼文也さん、本当に同じ星、同じ時代に生きられて応援ができて本当に嬉しい。これからも音楽を作り続けてほしいって勝手に思っている。なんかいっぱいだよ。もう中がいっぱいだったら捨てれば、最悪ね、捨てればいいと思う、うん、捨てればいい話なんだけど、なんかね、残しちゃダメって言われて育ったんだよね。だから好き嫌いしちゃダメって言われて、いや全然好き嫌いあるんですけど、残しちゃダメって言われて育ったから、お腹いっぱいでも食べなきゃって思って食べてしまう。それで太るんだよね、きっと。おしっこもうちょっと。も動画が撮れそうなチャンスがあったら、ちょっと動画も顔面にピンとかでかすぎるのかな。明日も一日琵琶湖近辺と京都と、ちょっともうそんな多分神社仏閣的なは行かなさそう、行かないかなって感じなんですけど、動画を撮れるようなチャンスがあったら動画も撮っていきたいと思います。ではさようなら。今日は一旦さようなら。お酒にずっとピントがあって、おやすみなさいってした後だけど、なんかネットフリックスなんか見ようかなと思ったら、たまたまかもしれないけど、夜は短し歩け乙女がサジェストされて、怖ってなりました。怖、それだけです。それでは。